はい、今日はね、いろいろ海外旅してきて、どこがね、一番夜遊びが楽しかったかっていうのをね、今日はちょっと、全然ちょっとベクトル違うんですけど、妻ね、仮想通貨とか、株式投資とか話してるんですけど、今日はね、そういったのも話しようかなと思って。昔はっていうかね、コロナになる前は、結構ね、台湾とか、タイとか、ベトナムとか、インドネシアとか、いろいろ旅してきたんですけど、やっぱり夜遊びでやっぱり一番楽しかったのは、やっぱり、台湾と、タイですね、やっぱり。あとベトナムもやっぱ楽しかったですね。で、ベトナムとかタイはもちろんね、そういうゴーゴーバーとか、バービアとかね、いわゆる置屋とかって呼ばれるようなね、そういう店とかもあったりして、万人に受けるような、夜遊びは一通り揃ってるかなっていうところですね。あと、それで女の子がね、めちゃくちゃ優しいですね、タイもベトナムも。いや、本当に、タイとかベトナムとか行ったら、それこそ本当に、日本じゃもう本当に物足りないっていうかね。日本は日本でね、いい良さがあるんですけど、やっぱりちょっとなんか、事務的っていうか、ちょっとシステマチックなところがあるんで、そういうのをね、本当に純粋な気持ちで女の子遊んでくれるんで、タイとかベトナムとか。そういうのはね、一つの良さかなと思いますね。でも逆にその、台湾とか、韓国ですね。韓国行ったんですけど、台湾と韓国っていうのは、ちょっと、東アジア日本っぽいところがあって、夜遊びで言うと、クラブとか、台湾とかはね、あんまりそういう、いわゆる夜のお店とか、そういうのはあんま少ないんですけど、あるにはあるんですけど、KTV とかね。そういうのもあるんですけど、やっぱり、どっちかというと素人の子と遊んだりする方が楽しいかなっていうのは思いますね。あとは韓国ですけど、韓国はやっぱり日本とほとんどにすごい似てるんで、夜遊びはもう大体揃ってますね。KTV とか、バビア、あたりもそう、バビアとか、あたりもそうですけど、あと、いわゆるアンマとかって呼ばれる、マッサージ屋とか、そういったのも一通り揃ってますね。で、沖屋とかもすごい、沖屋群っていうのが、韓国の、ミョンドンとかっていう場所にあるんで。で、女の子も、韓国は女の子レベル高いですね、本当に。可愛さで言ったら、日本人が一番可愛いと思うようなタイプが多いんじゃないですか、やっぱり。日本人が好きなタイプで言うと、台湾、ベトナム、韓国あたりでしょうね。肌が白くて。いわゆるスタイルが良くて、ベビーフェイスでっていうところは一通り揃ってんじゃないですかね。タイは、タイとかインドネシアとかフィリピンは、やっぱりどっちかというと顔がすごろくて、体小柄で、元気いっぱいみたいな感じで。おっぱいが大きいとかっていうのはね、やっぱり、おっぱいの話か。あんまり言うとね、あんまり金庫は出したと、ね、バンになっちゃっても怖いんで。そういう感じですね。夜遊びはそんな感じでしたね。あと、普通に遊びに行って、飯とかっていう分には、やっぱり、自分台湾が一番美味しかったですね、飯は。台湾はマジでうまかったですね。普通にローカル行っても全然腹壊すことがないですし、何食ってもうまいかったですね。ルーローファンとか、いろいろ、ニューローメンとかね。チャーハンとかもあるんですけど。逆に、韓国も美味しいですね。韓国も韓国行った時は家族で行ったんで、高めの店だったんですけど、そこでもやっぱり、普通に、腹壊すことが食べれたんで。で、タイとかベトナムになるとちょっと衛生面が気になる人はちょっときついかなっていうところありますね。普通にその日本食である程度綺麗なところ、駐在員が行くようなところだったり、タイとかで言うと、なんていうのかな、あれ。ちょっと思い出せないけど。アソークとか、あの辺りですね。あの辺りですね。あの辺りの日本人街のところに行くと、ターミナル21とかで、ある程度綺麗なフードコートとかで飯食えば腹壊すことないですね、まず。逆にこのタイとか、
まあ、ローカルとかでね、現地とかで飯食ったんですけど、まあ、それはそれでまあ楽しいんですけど、やっぱ腹壊しますよね。うん、まあ、慣れてきた、慣れ、猛者の人は腹壊せないみたいなんですけど、まあ、自分はなんか、まあ、タイの屋台とかもそうですけど、辛いんで、まずタイの、飯って。向こうの飯って、日本はしょっぱい辛いなんですけど、向こうはやっぱり高温体質なんで、まあ、食材を腐らさないようにするのがやっぱ基本の味付けなんですよね。だからなんで、まあ、辛いのを慣れないとやっぱりきついかなと思いますね。ベトナムとかインドネシアは、まあ、インドネシアはまあさらにちょっと衛生面がさらにまた勝ってきますね。うん。インドネシアはローカル自分食べたことないですけど、なんかね、知り合いが飯食って腹壊したみたいなインスタ書いてましたけど。まあ、インドネシアはまあ一番ね、ちょっと衛生面で気になる人はやっぱやばいと思いますね。まあ、ベトナムもなんかまあ、慣れてるなんかね、長期滞在の人が食ってるみたいなんですけど、自分はローカルとかでめちゃくちゃ、嘔吐下痢みたいになりましたね。下痢はなかったけど、なんか、嘔吐がすごかったですね。ベトナムでなんか。でベトナムも本当にある程度、ベトナムは結構マジでやばいですね。ベトナム、タイはやばいですね。本当にね、自分は。インドネシアはローカルのは食ってなかったんで。まあ、アジアで言うとそんな感じですかね。まあ、他はまだ、自分はラオスとかね、どうなん、なんか虫うまいとかって言いますけど、ラオスとかはね。まあ、東南アジアはどこもやっぱり衛生観念がね、ちょっとまああんまり良くないんで、慣れないときついかなってありますね。まあ逆にこの、まあ中国とかはどうなんですかね。まあ自分も来年ちょっと円安収まったら行きたいのかなってもあるんですけど。うん、まああとはまあ女の子のまあやっぱタイプとかですかね。まあタイとかで言うとやっぱり基本的にやっぱりインドネシアの子もそうですけど、明るいですね。あんまり細かいこと考えないで。まあ自分の嫁さんも今タイなんですけど、まあ本当にまあ楽天的というか、まあそういうのは可愛いですよね。うん、まあ深いこと考えないっていう。うん、でまあ台湾とかで言うと、まあやっぱり、台湾も結構楽観的ですけど、やっぱりどっちかというと、結構まあ、中国に近いのかなってありますね。まあ結構気が強い子が多いですね、女の子でも。まあ、気が強いというか自分が引っ張っていくみたいな。逆に台湾の男の子ってすごい、まあ、ひ弱って言い方じゃあれなんですけど、日本って男尊女卑じゃないですか、結構。台湾とか行くと逆なんですよ。女尊男卑みたいな。向こうはもう、その、女性が男が女性に尽くすみたいなのが当たり前で、まあ本当に彼女とかでも、まあ本当にまあ、家まで迎えに行って、まあ花束あげてみたいな、それらしいですからね。だから、まあ、そうですね。だから向こうでは結構まあ、結構わかりますね、台湾のタイプが。まあ結構、まあ優しくて尽くしてくれるタイプか、まあ、ガンガン引っ張っていくタイプかって分かれますね、台湾は。まあこれ日本まで思うんですけど。まあ韓国はどうなんですかね。韓国はあまり素人のこと遊んだことないんで、あれなんですけど。韓国は結構まあ男尊女卑というか、まあやっぱそこは儒教のあれが強いと思いますね。はい。まああとはまあそんな感じですかね。まああとはまあ住む場所、治安とかに言うとまあ、まあどこもやっぱりまあ台湾とかまあねタイとかまあ普通にねまあ滞在する分にはね問題ないです台湾タイね、うん、あの辺は普通にまあコンドミニアムとかまあバックパッカーとかまあしてても問題ないかなと思いますね。まあ台湾タイでまああとはうんまあインドネシアとかはまあ結構まあ暗い道になると結構危ないかなって思いましたけど、まあでもベトナム、インドネシア、まあ、韓国も危ないってことは全然ないですね。うん、まあ普通にいてもまあ全然、うん、何もまあ滞在できるなんていう感じですね。まああとはまあ旅行してまあ気をつけることっていうので言うと、うん、まあ普通にまあ旅行バッグでまあスーツケース持って。まあ、常備薬と、下着と、まあ、服さえ持っていったら、うん。まあ、あとはなんかまあ、特にまあ、パスポートと、まあ、あとお金さえあれば、なんかまあ、特にいるものはないかなっていう。うん。まあ、あとは、ホテルで。
赤田とかで、まあいいホテル取るかっていう、まあぐらいですよね。まあそんな感じなんで、またちょっとアップしたいと思います。ありがとうございました。